さーてと、電話、電話。もしもし、そう、霊夢。え、電話が来ると、思ってたの？さすがだねー、じゃあ待ってるから。これでよしっと。今回は、どんな展開になるのかなー。楽しみだねー。霊夢さん、お待たせしました。早かったねー、橋。霊夢さんからの、呼び出しですからな。大急ぎで来たのですぞ。さすが橋。じゃあ、早速始めようか。こんにちは霊夢です。こんにちはバラルです。前回の、続きからだよ。クロナという、少女に出会って、ロジナの村に、戻ってきたところからですな。そうだったねー。マリンカのお出迎えだよ。相手迎えないかなー。補充を済ませたら、さっさと、次に行きたいところですな。ちょっと待って。道具屋に教会、宿屋に行けるようになってるね。なるほど、村ですからな。いろいろなサービスが、受けられるってことですかな。そういうこと。薬草が欲しいよねー。回復手段が、薬草しかないんだもん。まずは、薬草薬草っと。魔法の小瓶も、一応買っとこうかなー。魔法の小瓶とは、何ですかな？ MP を、回復できるみたいだね。すぐには使わないと思うけど、一応ね。2個くらいで、いいかなー。これでよしっと。準備は、オッケーですな。それでは霊夢さん、早速行きましょうぞ。ちょっと待って。教会と宿屋も、覗いていこうよ。霊夢さんは、好奇心旺盛ですな。一応ね、パレードは、初めてだから。他のドラクエと、大体同じだねー。他のドラクエ？他にもあるんですかな？おっと、いかにも、教会らしいメロディーが。メロディー？まあいいや。はっしー、この辺は任せてよ。それとねー、他のドラクエは、気にしなくても大丈夫だよ。了解しましたぞ。そのあたりは、霊夢さんにお任せしますかな。宿屋も、来てみたけど。ここは、体力を、回復するのですな。私でもわかりますぞ。さすがだねー、ハッシー。いやいや、私の能力をもってすれ。さあ、ハッシー。港町マルシカへ、出発だよー。と、もう出発ですかな。まずは、川沿いの道ですな。どうも、このパレードっていうか、戦闘が慣れないなー。さっき話に出た、他のドラクエとは、違うのですかな？全然違うんだよねー。と言ってる間に、始まりましたぞ。いまいち戦い方が、わからないんだよねー。回復だけしてればいいの？お、不思議な踊りとやらを、使いましたぞ。MP にダメージを、与えるみたいだね。今度は何ですかな？ははは、褒めることができるんだって。そして褒めてあげたモンスターは MVP になるんですな。なるほどねー。ところで霊夢さん。え、やられるの？いやいや、そうではなくてですな。先日、連邦軍のテスト風景を取材に行った時に、とても不思議な光景を見たのです。へえ、どんな光景？撃破したモビルスーツが滑るようにどこまでも移動していったのです。それってマップはどこだった？ジャブローの演習場でしたな。あーやっぱりねー。ジャブローはね、スライムがたくさん生息してるんだよ。スライムとどんな関係があるんですかな？ちょっと待ってね。その前に回復、回復っと。こまめに回復してあげないと、すぐ死んじゃいそうだよね。それで、ジャブローとスライムの関係とは、何なんですかな？ああ、それねー。
撃破されたモビルスーツが、たまたま、スライムのたくさんいるところに、倒れたんだよ。ふむ。すると、どうなるんですかな？だからね、ハッシー。倒れたモビルスーツの、下敷きになったスライムは、どうなると思う？かわいそうですが、潰れてしまうでしょうな。その通りだよ、ハッシー。潰れたスライムは、どうなると思う？ジェル状になって、滑りやすくなるんですな。ハッシー正解だよ。なるほど。そのジェルのせいで、モビルスーツが滑っていったと。多分、そんなところだと思うよ。意外なところに、モンスターの影響があるようですな。そうか。ハッシーは、スペースノイドだもんね。もっと地球のこと、知った方がいいと思うよ。確かにそうですな。ずっとサイドシックスにいたので、地球のことは、よくわからんのです。ましてモンスターなど、初めて聞きましたからな。だったらこの仕事、キャラ以上に、収穫があるかもねー。ふむ、だんだん面白くなってきましたぞ、霊夢さん。それは何よりだよ、ハッシー。誘った甲斐があるってもんだよ。この戦闘が終われば中間地点に到着だよ。それにしても笑いすぎはいまいち役に立ってないねー。どこかで交代した方がいいのかな。現状では MP 攻撃はあまり効果がないように見えますな。そうなんだよねー。しかしこのパレード少しずつ強くなってるようですな。確かにね。だんだんダメージを受けなくなってるもんね。とは言いつつも回復回復レベルアップ。どうやら中間地点に無事に着いたようですぞ。次はお楽しみのリザルト画面です。ほう、結構倒しましたな。あまり活躍してないようでも、MVP。ほう、キャラバンも、レベルアップするのですな。チャンス。悩んじゃうねー。どっちにしようかなー。右のスライムには、特技あり、と書いてありますな。モモンジャの方が、強そうだけど、特技も気になるなー。こっちに決めたー。特技は、レベル4ドルマ、となってますな。ドルマか。どんな特技なんですかな、霊夢さん。全然知らない。野生の肉、使っちゃったけど。もしかして、いらなかったかな。まあでも、スカウト成功ですぞ。まあいっか。そうそう名前は、いちいち面倒だから。特別愛着のあるのを除いて、特にはつけないよ。確かに、全部に名前をつけていたら、大変ですな。パレードの、編成ができるようですぞ。どうしようかな。とりあえず、こいつはいらない。代わりに、砂を入れるよ。そのモンスターは、スナイパーなのですかな。まあ似たようなもんでしょ。おっと、重量オーバーのようですぞ。でも、ピンクスライムは入れたいな。どれかと交代するしか、ないようですな。だよねー。これでいいかな。まだ悩んでるようですな。よし。
し、これでよしっと。新しいパレードの完成ですな。少しでも強くなってくれるといいんだけどね。こんなところに馬、馬と馬車だけあるみたいだね。このまま行ってしまうようですな。なんだか気になるねー。しかしどうにかなるわけでもないから仕方がないですな。今は先に進むしかないわけだ。それよりも新しいパレードが気になりますな。おっかしいも、なかなか馴染んできたねー。改まって言われるとちょっと照れますな。あ、宝箱と戦闘になっちゃった。とはいえ敵は一気ですぞ。さすがに圧倒的だね。よし、オッケーオッケー。新しいパレード、なかなかいい感じですな。お次は、スライム2匹。さすが砂だねー。今のは、ダージですかな？いいねいいねー。もう川沿いの農家に着きそうですな。到着。そしてリザルトですな。今回倒したモンスターは少ないけど、宝箱の中には薬草でした。嬉しいような、嬉しくないような。一番使う薬草で良かったじゃないですか。なるほど、ハッシーいいこと言うねー。おお、キャラバンもレベルアップしましたぞ。スカウトチャーンス。特技はレベル7でいいですな。 58.4%。 今度は何も使わないでスカウトしてみるよ。それ。お見事ですぞ。やったねー。はいはい、名前はそのままねー。スカウトすると毎回パレードを組むようですな。今のスライムのレベル7でインってのが気になるんだよねー。なんか強そうじゃない？よし、これでよしっと。これでさらに強くなったのですかな？だと思うんだよねー。次は川沿いの農家でしたな。港町マルシカまではまだまだ先のようですな。リンジー村を過ぎて川を渡ってずーっと行ったところ。遠いよそれ。さすがクロナですな。さっきの馬のことをしっかり覚えてますぞ。さすがクロナ。しかし農家のおばさんの馬ではないようですな。一体どこの馬なんだろうね。すぐには見つからないようですな。ふわあ、私疲れちゃったよ。ハッシー、一旦休憩しよう。そうですな、そうしますか。じゃあまた後でねー。はや、まあ、まあいいでしょう。地球上には、たくさんのモンスターがいるんですな。キシリア様は、このことをご存知なんだろうか。
念のため、ご報告しておいた方が、良さそうですな。それともう一つ。ザクマシンガンの弾薬を、10% 増しで発注しておきますか。今後、モンスター退治に、必要になりそうですからな。地球侵略に、思わぬ弊害があったとは。